皆さんこんにちは、ミックスファンの DJ コモリです。この動画では EDM やハウス、テクノなどのジャンルで使えるミックスのテクニックを5つ紹介します。レコードボックスの機能をフル活用したこれらのテクニックを使えば他の DJ と差がつけられると思います。今回 DDJ400 を使用していますが、レコードボックス対応の DJ コントローラーであればどんなモデルでも対応しています。では早速レッスンに移りましょう。EDM やハウスをプレイする DJ から BPM やジャンルを変える方法がわからないという声をよく聞きます。そんな時はここで紹介するミックスを大技の一つとして覚えておくといいでしょう。ループをどんどん短くしていって最後にストップボタンでゆっくりと止めるテクニックを紹介します。これはフェスなどで見かける大胆なミックスの一つで、ジャンルや BPM を大きく変える時に有効なテクニックです。まずはループの長さをリズムとぴったりに合わせるためにクオンタイズ機能をオンにします。また再生をストップさせた時に音がゆっくりと止まるように、設定、コントローラー、デッキ、バイナルスピードアジャスト、タッチ、ブレーキを右まで振り切っておきます。では実際にやってみます。こんな感じです。このループ幅を短くしていくタイミングをちゃんとリズムと小節の展開を意識しておくと気持ちよく聞こえます。このミックスを使えば次にどんな BPM の曲でもプレイすることができます。しかし最初にも言ったように、これはあくまで大技なので一つの DJ セットで何度もやりすぎない方がいいと思います。続いて2つの曲をミックスしながらボリュームフェーダーを使って抜き差しするテクニックを紹介します。これは聴いている人にもグルービやスピード感を感じさせるミックスです。ミックスのどのパートでこうやるという決まったルールは特になく、ミックスする曲のフレーズやリズムに合わせてやることが大切です。まずは聴いてみましょう。ロングミックスしている状態でこの How many need that というフレーズのタイミングに合わせてボリュームフェーダーを上げ下げします。またミックスしていくチャンネルにエコーをかけるとさらにフレーズが馴染みやすくなります。Go, go, 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 go
こんな感じです。エコーをプラスすることでより音楽的に馴染んだサウンドになったと思います。またエコーのタイミングを4分の3に変えることで違ったグルーヴを演出できます。このテクニックはシンプルなビートに対してやる方が映えるので、曲のブレイクやアウトロなどでやるのが効果的だと思います。次は何度かホットキューで曲を頭出ししてからロングミックスしていくテクニックです。次の曲をミックスする前にアクセントをつけることで聴いている人の注目を集めることができます。例えるならヒップホップ DJ がスクラッチをしてからミックスするような感覚ですね。やってみましょう。このホットキューを連打する際にリズムをキープすることが大切です。ここでリズムがずれてしまうとミックス自体も大きくずれてしまいます。ホットキューをリズムに合わせてうまく叩けない人はキューを連打する練習を別でやるといいでしょう。最初はキックに合わせて1拍に1回、次に1拍に2回、さらにその半分のリズムを絡めるとパーカッションのように聞かせることができます。リズムに合わせて叩けるようになるとホットキューを使っていろんなクリエイティブなプレイもできるようになります。またヒップホップの DJ がやるスクラッチよりも難易度が高くないというのもポイントです。コツコツと練習を続けるうちに誰でも必ずタイミングが合わせられるようになると思います。このホットキューを叩く練習は DJ にとって重要なリズム感を養うことにもなるので、ぜひ練習を続けてみてください。また DDJ1000 や DDJ800 といった上位モデルではレコードボックス上で設定したホットキューのカラーがコントローラー上にもそのまま反映されます。例えばイントロは青色、サビはオレンジ色といったようにホットキューの役割ごとにカラーを設定できるので DJ プレイも一段とやりやすくなると思います。続いてハイパスフィルターにさまざまなビートエフェクスを組み合わせる DJ パフォーマンスを紹介します。EDM やハウスをプレイする DJ であれば、フィルターを使いこなせるようになることはとても重要です。そこへさらにエコーやトランスなどのビートエフェクスを合わせて使うことで、シンプルな操作ながらサウンドに大胆な変化をつけることができます。まずはハイパスフィルターとエコーの組み合わせからやってみましょう。レコードボックス画面上部の設定から、カラーエフェクスをフィルターに設定しておきます。ビートエフェクスをエコーに設定します。いかがでしょうか。これはプロの DJ もよく使うテクニックなのですが、それは割と簡単にできる技だからなんですね。ポイントとしては曲の展開の区切りを意識して使うことです。例えば8小節のサビの最後の1小節、4小節のブレイクの最後の1小節、もしくは小節の中の4拍目などで使うことをお勧めします。曲の展開に合わせてパフォーマンスすることで聴いている人にも気持ちよく聞こえます。続いてエフェクトをトランスに変えてみましょう。
このようにかなりサウンドを変化させることができます。フィルターは EDM やハウスの DJ が最も頻繁に使う機能の一つです。そこにビート FX を組み合わせることで曲のサウンドを生かしたパフォーマンスをすることができます。他にもフランジャーやフェイザーなどいろんなエフェクトとフィルターの組み合わせを試して音の変化を楽しんでみてください。最後にダブエコー、スペースといったカラーエフェクスやノイズとトランスを使ったパフォーマンスを紹介します。サウンドカラーエフェクスをうまく使いこなすことでドラムのブレイクに表情をつけたり盛り上がるビルドアップのパートをさらに派手に演出することができます。まずはドラムだけのブレイクにダブエコーを重ねてみましょう。このようにシンプルなドラムブレイクに表情や抑揚をつけることができます。次にビルドアップ、サビ前の盛り上がっていく部分でスペースを重ねてみます。はい、これでビルドアップがより一層盛り上がっていく感じが出せますね。この2つは全く難しくないので、すぐにでも使えるテクニックだと思います。ポイントとしては、どちらもフィルターノブを右側にひねった方が綺麗に音が出るので、右にひねって使った方がいいと思います。次に大技、ノイズとトランスを使ったパフォーマンスを紹介します。ノイズというその名の通り、ノイズを出せるカラーエフェクスを使って音を出します。さらにそのサウンドに対してビートエフェクスのトランスをかけて音を刻むというテクニックです。レコードボックス画面上の CFX からノイズを選びます。ノイズを出すチャンネルに対してビートエフェクスのトランスを設定。長さは4分の1にします。はい、こんな感じです。このテクニックを使えばかなりインパクトのあるパフォーマンスができると思います。ちなみにノイズの音量はレコードボックス画面上の CFX パラムつまみから変更できます。さらに DDJ1000 や DDJ800 といった上位機種ではサウンドカラーエフェクスやビートエフェクスを選ぶノブがついているので瞬時に切り替えることができます。DJ パフォーマンスを重視したい、あるいは様々な DJ テクニックをどんどん追求したいという人はこれらのコントローラーをぜひ試してみてください。より一層自分だけのクリエイティブな DJ プレイが可能になると思います。ということで EDM やハウスで使えるテクニックを紹介してきました。以前はハウスやテクノといったジャンルは綺麗にミックスすることが最重要ポイントでした。しかし世界的に EDM が大きなブームとなりフェス DJ が注目されるようになってからその価値観が変わってきています。曲が変わる瞬間を強調したり派手なサウンドのパフォーマンスを重視するなどフェス DJ のようなテクニックがトレンドになりつつあります。見方を変えると DJ 機材やソフトウェアの発達によりロングミックスすること自体が簡単になってきたからとも言えると思います。もちろんしっかりと BPM を合わせてロングミックスすることが基本ではありますが時には大胆なプレイを絡めると他の DJ と差別化ができると思います。どういったタイミングでクリエイティブなパフォーマンスを差し込むのか、それが現代の DJ の見せ所だと言えると思います。ぜひこの動画を参考に自分オリジナルの DJ ミックスにチャレンジしてみてください。